はい、どうもたです。いやー、雨の中、皆様、お疲れ様でした。やりました。なんとかね、勝ち切って5連勝と、8試合負けなし、いいですね。これでね、なんとか前半戦、いい形で終われましたけども、またすぐにね、後半戦始まりますけども、まあ、なんとか、耐え忍んで、価値を手繰り寄せたっていうような感じですけども、まあ、最近こういう勝ち方がね多いですし、まあ、その中でしっかりと点も取ってるし守りきれてるというような流れを作ることができているので、まあ、このままいければいいんじゃないでしょうか。では早速試合の振り返りしていきたいんですけども、まあ、フォーメーションはそこまで変わらずということで、まあ、ほぼほぼ一緒なんですけども、まあ、メンバーもそのままというような形で、なんとファン・アラーノが復帰ということでね、これはでかいですよ。ここからね、夏場に向けて、この怪我人がね、戻ってくるっていうのはね、非常にありがたいですね。で、山田浩太ですよ。ちょっとね、まあ、内側がどうのっていう話ではあるんですけども、ちょっとね現地だと相手のファールで削られたんかなと思いきや、でそこでね審判が笛を吹かなかったので、なんでだって思ったんですけど、まあ実際のところ鈴木徳馬と交錯してっていう形だったので、でまあちょっと心配やなっていうね、せっかく戻ってきて、前節はねスタメンで戻ってきたところ、ここからっていうところでね、またちょっと怪我で、まあ軽傷で済めばいいんですけども、ちょっとわからないんでね、ちょっとここが心配なポイントですけども、まあまず失点の少ないガンバと神戸ですけども、まあ互いにね13失点とリーグ最少失点だったんですけども、まあその対決はどうなることやらっていう感じでしたが、まあ攻められましたね。まあ、攻撃も、速さといいますかね、神戸の方はかなり、サイドチェンジも使いながら速い、ね、展開と速いクロスというところで、やっぱそこに対してしっかりガンバも守りきってたというような印象じゃないですかね。まあどっちかっていうと、まあ相手の攻撃に対してしっかり守れてたガンバが、まあ虎視眈々と、まあ、裏のスペースを狙っていたっていうような、場面が多かったかな。まあどっちかっていうとガンバがキープするよりかは、先にね、セカンド拾われて、神戸が支配してたようにも見えましたけども、まあスタッツではね、結果は伴わないっていうような試合が多いので、まあそこはしっかりと守りきったガンバが勝ち切ったなというような印象ですね。雨の中の試合ということで、まあ、ちょっとよぎったのが名古屋の試合ですよね。あそこでね家長に決められるようなスリップをすると得点に直結するような場面がもしかしたら起きるかもしれないっていう思ったんですけど、まあ、ちょっとそこがね心配ではあったんですけど、まあ、パナスターにしてはそこまでね滑ってるような、ことはなかったので、まあ、そこは良かったかなと思いますけども、今日の主審の清水さんはなかなかコンタクトではファール取らないという入りだったので、まあ、そこはね、まあ、正直ガンバだから神戸だからっていうことはなく、そこは一貫性はあったかなという気はするので、まあ、どっちもどっちかなって、まあ、結構荒れてる試合にはなりましたけど、そこはまあいいかなと思います。まず攻められながらもチャンスを作った前半の3分ですけども、まあ、ダワンが相手のヘディングクリアに対して、まあ、クリアというか押し込みに対してしっかりとねウェルトンにいいスルーパスを出すと、でちょっとね山田浩太がオフサイドだったので、まあ、決めきればっていうようなね状況ではあったんですけども、
まあ、初瀬の、まあ、いいクリアがあったっていうところも、まあ、結局はオサイドなんですけど、まあ、ああいう面でもねしっかり決め切ってほしいなと思います。その後神戸にフリーキックを与えての大迫ですよ。やっぱり合わせるのうまいなっていうところで、まあちょっと枠にはねいかなかったんですけども、まあ、その後もね結構神戸のロングボールに対して大迫が接点でうまくね神戸の味方に落とすんですよね。まあ、そこはねさすがやなっていう気はしましたけどね。終始神戸にね攻められることが多かったんですけども、まあ、そこはねダワンがしっかり跳ね返してくれてたので、まあ、そこまでね攻撃されてるけども、まあ、しっかり守れてたっていう形をね作れてたっていうところと、で逆にボール持って前に運ぶシーンでは、まあ、前で失ってもしっかり鈴木とぐまがカバーに入ってボールを回収するというシーンが増えてたので、まあ、どっちかっていうとダーワンがちょっと1列下がって鈴木とくまがちょっと前っていうような形が多かったですね。で問題の19分ですね。まあ初瀬のロングスロー、初瀬ロングスローできるんやなっていう感じですけども、ますます町田っぽいサッカーをね今日はしてたかなっていう感じでしたけども、まあ、そこで、まあ、ダワンもせるんですけど、それを後ろに反らされて大迫と、まあ、そこのシーンはね結果的に、まあ、鈴木とくまがファウルを受けてるっていうことで、まあ、そのブロックもね、まあ、バスケでいうスクリーンのような形で井出春也が、まあ、壁になってたんですけど、思いっきりねお尻で押してるんでね、まあ、それに対して大迫がフリーなポジションを取れたっていうことで、まあ、しっかりとね、オンフィールドデビューでしっかり、回収してくれたので、まあ、助かったシーンではありましたね。あと今回で確信したんですけど、鈴木徳馬が、まあ、必ずね、必ずと言っていいほど相手のセンターフォワード、まあ、体格が大きい相手に対してうまくついてるんですよね。っていうのも鈴木徳馬がねうまいからかっていうようなね感じですよね。ボール回収する時もフィジカル強いですし、まあ、そこも競り合いっていうのは、まあ、セットプレーも含めて大きい選手と当たっても、まあ、そこまでやられることがないんじゃないかなっていうような印象なので、まあ、いつもね自分が見てた時は、まあ、身長差があってミスマッチやなって思ってたんですけど、そうでもないなっていうふうに、まあ、今更ながら思ってる次第でございます。その後の26分の鈴木とぐまのね振り返りながらの、まあ、ダワンから受けてすぐミドルを打つっていう、まあそこもね鈴木とぐまミドルうまいんでね、まあ今回キーパーの正面でしたけども、まああれもいいシーンですよね。すぐ受けてすぐ打つっていうのはねいいですよね。その後すぐ後ろで回してたら、まあちょっとね石森がキックミスしてクリアが佐々木のところに行ってもうあわやっていうね、ああいうミスがね結構今日割と多かったんですよね。福岡のパスミスっていうのもあったりして、まあ福岡はまあいつものことなんですけど、まあ、それでもね、まあ、福岡は大事なところでしっかり体張ってね守ってたんで、まあ、言うことはないんですけども、まあ、そういう、まあ、雨っていうのもあると思うんですけど、そういうパスミスで今回は、まあ、相手がよう決めきれなかった、まあ、しっかりガンバが守ったっていうところなので、まあ、そこもねミスがミスに、まあ、失点にならなかったっていうのはね、まあ、大きなポイントかなと思います。で前半のうちに、まあ、山田浩太がね、まあ、負傷退場ということで、まあ、坂本がね代わりに入るんですけど、まあ、坂本が出てもね成り立つのが今のガンバなので、まあ、そういった面でも選手層っていうのはね、まあ、厚みがあるなっていうのを感じますね。でマリノスケにイエロー出るでしょ。あと前半アディショナル坂本が倒れたシーンですけど、マーテウス・トゥレル、まあ、普通に坂本の足踏んでんじゃないっていう風に見えるんですけどね、まあ、解説と実況は、まあ、ボールに行ってるっていうんですけど、まあ、何回見てもね坂本の足行ってんなっていう風に見えるのは私だけですかね。
前半は互いにシュートも少なく、まあ、外から打つっていうような感じでしたけども、まあ、後半もどっちかっていうと神戸ペースで、まあ、ガンバがボール持つ時間はそこまで多くはなかったかなっていう気はするんですけど、まあシュート打たれてるにしてはの、まあ、最終的なところをしっかり守れてるので、で60分の1枚と、うん、あれはすごいです。あの至近距離をねしっかり当てて止めるっていうのは、まあ、さすがナンバーワンキーパーやなと思います。武藤の前にこぼれてくる前に大迫がヒールで狙ってるんですよね。そこをしっかり福岡がね体に当ててるんで、まあ、そこもね福岡の大きな仕事をしてるなっていう感じですよね。でその後宇佐美に変えてのジェバリーで、ネタラビとでダワンはイエローもらっているっていうのもありますし、まあ、こういう形やと。でその後ですよ、坂本がこのワイドに開いたところを、まあ、ネタラビが鋭いパスを出して、まあ、1回奪われるんですけど、そっからもう1回取り返すっていうね、そこ痺れましたね。まあ、坂本のいいフィジカルの強い部分が出ましたね。でそこからボール、まあ、1回失うんですけど、そこからまた拾ってガンバが持つ時間が続いてのウェルトンですから、あもう最高でしたね。あれはもう本当にね、こう身震いしましたよね。1回目のクロスは山下から、まあ、逆サイドの、まあ、黒川に流れて、でその後ウェルトンがまた拾っての、まあ、山下からで、まあ、一旦ねサンダーに出して、ハンダから一気にこう奥のジェバリに回ってたんですけど、まあ、そのクリアボールをウェルトンが仕留めると。いいですね。やっとこう枠内にシュートが飛んだ入ったっていうようなね、いつもウェルトン決めろよっていうところでね枠外すんですけど、ここでよく決めてくれましたね。先制後も攻め込まれるシーン多いんですけど、まあそこからね福岡のクリアからデウェルトンが、まあ、相手のクリアを拾ってのデジェバリー、デジェバリーからウェルトン、そして最後ね、まあちょっと、うん、山下にもうちょっと合わなかったですけど、まあ半田くんが上がってきて、まあそこでね決まってればね、まあより決定づける、チャンスだったかなと思いますけども、今日は割とこう右から攻めるシーンが多かったんで、まあ、逆サイド黒川割とねこう両手広げてこうすごく呼んでるシーンがね多かったので、なかなか回ってこないっていうのが、まあ、そこもちょっと印象的でしたね。あとパトリック早すぎね、まあ、ハンダ君普通に離されていったしね、でしんちゃんももう滑るしかないっていう感じで、まあ、そこはねしっかり、まあ、大迫のマークついてた福岡がねブロックしてくれたんで、まあ、なんとか耐えれましたけども、まあカピシャーバみたいでしたね。まあ、神田君もカピシャーバにチンチンにやられてましたけど、まあ早い早い。で交代で入ったジェバリもねいい役割してましたよね。しっかりボールキープしながら自分でドリブルで突破していくと、でそのコーナーで得たやつで、まあ、鈴木徳馬が、まあ、コーナーを蹴って、まあ、半田くんのゴールかなと思いきや、まあ、蛍のオンゴールということで、まあ、それにしても自分のゴールかのように喜ぶしんちゃんっていうね、まあ、解説も実況もね騙されてましたよね。で2対0のところで、まあ、両ウィングを変えると、デベルトに変えてファンアラーノですよ、復活ということでね。で松田が右サイドと、いやで、まあ、守りのね盤石、いつも5バックにしながら中野くん入れてっていう形なんですけど、まあ、ちょっとね2点リードっていうこともあったのか、両ウィングを、まあ、据えて、まあ、より、まあ、左右でねこうキープできるような組織を作ってたかなと思います。まあその後の武藤の PK は、まあ、福田くんのやられたやつを思い出しますよね。最後アディショナルタイムはもうジェバリが
コーナー付近でキープして、で、まあ、そこから、まあ、ボールね放り込まれるシーンありますけど、しっかり弾いて、で鈴木徳馬がねいいとこいるんですよね。しっかりクリアして、で最後の最後も守りきるということで、ようやく6分経って試合終了と。しびれましたね。これで5連勝。2020年以来らしいですね。えらい前ですけど、4年もかかるかという感じで。いやー、なんとかね、これで勝ち切ったっていうのはでかいですね。まあ無事2対1で勝利、逃げ切ったっていう、まあ、いつものパターンですけども、まあ、2点取れば、まあ、最少失点に抑えれるっていう状況は続けているかなと思います。まあスタッツですけど、まあ、ガンバシュート9本枠内7で、神戸が11本打っての枠内10ですからね、かなり枠内には飛ばしてますけど、まあやっぱり一森のセーブがでかかったかな。でコーナーガンバ3本ですけど、神戸9もあるんですよね。その9で決めきれなかったと、まあ、逆に、まあ、ガンバはオンゴールのコーナー1本もらってるっていうような感じですけど、まあ、ちょっと気になるのはファールが多かったなって。まあ神戸の倍ですからね、16ファール。まあ今日のね主審はあんまりファール取らない、まあ、コンタクトで取らないような、感じだったので、まあ、それはね、まあ、どっちとも言えるかなと、神戸に対してもガンバに対しても、っていう感じでしたかね。続いて順位表ですけども、まあ、首位町田引き分けてるので39と、で鹿島がね追いつかれたので、まあすごかったよね最後浦和のねフリーキック、あれで、なんとかねずっともか頑張ってくれたので、なんとか勝ち点37で並ぶと。ガンバが、まあ、一瞬2位でしたけど、まあ今節では得失点差で3位ということで、まあ、神戸とは勝ち点4差広げましたね。で広島が5位につけてると。まあ広島もね柏に勝ってるんで、でまた地味に F 等がちょっと上がってきたかなと。ちょっと湘南がね、もう一つっていうところで、で清楚が11引っ越ジュビロと引き分けで、まあ、名古屋も、ベルディに負けてるんでね、地味にまたベルディが、勝ち点27とちょっと上がってきてますね。で F マリと、札幌ですねはまた明日っていうことですけども、まあ下位を見てみると、まあ鳥栖がね 3-0 で京都に勝ったので、まあ降格圏脱出と。まあ結構ね、あの河合さんが結構非難されてますけど、まあちょっと今後どうなるかで、札幌ミシャはまだミシャで行くのかと、っていう感じですけどね。まあ鈴木武蔵と高尾を取ってこれかっていうようなねツイートも見ましたけど、まあどうなるかね、ちょっとまだ今のところではわからないですけど、とりあえず前半戦終了と。でこの順位ということなので、ガンバはまだねどんどん、次は鹿島か町田と続いていくので、まあ、そこもしっかりね初戦取ったので、この調子で勝ち点積んでいけたらいいかなと思います。次節は6月26日水曜日ですね、アウェーで19時から鹿島、そして、来週ですね6月30日月末はまたホーム、今度ホームですね、ホームで、18時から町田と。今回谷君はどうするんですかね。まあ心の広いガンバさんですから、まあ、当然出てもいいよっていうかもしれないですけど、まあこの2つにねしっかり取って、勝ち点積んでいきましょう。個人的な MVP ですけども、私は
鈴木徳真かなと、まあ、しっかりねボール拾ってましたし、さばいてましたし、まあ、カットもしますし、やっぱこの心臓の部分ですよね、このアンカーの部分、ダブルボランチですけども、ここの回収と、まあ、しっかりボール、やっぱり今のガンバーが成り立ってるのは彼のフル出場のおかげかなと思います。まあ、中谷慎ちゃんもね、もうしっかり、ディフェンス面、福岡もそうですけど、市森もそうですけど、まあ、このあたりもね、貢献度が高いですけど、まあ、その中でもやっぱり鈴木徳真が、まあ、今日もしっかり仕事したかなと思います。で、まあ、個人的な名シーンといいますか印象に残ったシーンがですね、前半34分の半田くんと佐々木のマッチアップと、で1回ちょっと失う形で、まあ、しんちゃんにまた背中を押されて、で流れた大迫と、競り合うんですけど、まあ、そこから大迫にクロスを入れられたところのダワンのクリア、まあ、ここがねちょっと見どころが大きかったかなと、まあ、あのダワンのクリアがねすごく見てて、あ、ちょっと感動というか、ね、しっかりとねそれを弾いてくれたっていうのはねやっぱ気合入ってますよね。やっぱダワンのクリアとで鈴木徳真の回収と、まあ、ここがもうセットですよね。いい役割分担できてるなと思います。今のガンバがね好調の原因この2人やなと思いますね。こんな感じで適当なこと出てますけども、もし何がありましたらコメントに残してもらえたらなと思います。まだまだね連戦続きますので、しっかりと勝ち切って上位くらいついていきましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。